中が何があるんだろう。この次のなんかで、あの水沢うどんでしょ、うどんっていう名物が。その前になんか、なんとか焼きって言ってた。あるドクラ。足がいっぱいついてる。皆さんこんにちは、渡辺美音です。ということで、もうあわわしながらバタバタして、もう結構疲れたね、ここまで来る間に。そうね、今日はね、あの関越自動車道に2人でライブしてますが、はい、イルミにここがいるので大変です。めっちゃ大変です。2人旅なんですけども、やっぱり家族5人旅のような感じになってますが、高坂サービスエリアっていうんですかね。そうです。
に到着しました。で、ご飯を食べていないのでちょっと買いましたね。買いましたのがレモネード飲み物とさつま揚げっていうんですか、棒のチーズ棒とかタコ棒を買ってきました。なぜかというと、あとまだあるよ、見る見にここがいるとね、一緒にねレストランには入れないんですね、車の中がこの外で、ね、シューマイも買ってきました。ということで、これから車の中に行って、チーズ棒とタコ棒とシューマイ食べたいと思います。はい、あのね、関越道ってあんまり、あんまり乗らないからね。でもドッグランありましたよ、ここには。そうなんです。大きなワンちゃんもいたり、ちいちゃなワンちゃんもいたりで、結構ワンちゃんのお友達も増えました。はい、私が先に寝そうです夫婦2人のドライブです。今日は久しぶりだね。うん、でも寝るよ。久しぶりだから。そうだね。ということで次の場所に行きたいと思います。違う、あのドライブは結構2人でしてんのよ。そうだね。旅に出るのは本当に25年ぶり、うん、なので近いっても。大丈夫じゃん、やってごらん。キュンです。よしです。ちょっとタイミング悪いね。ちょっと慣れさせておきます。ということで次のサービスエリアでまたお会いしましょう。ウィシです。キュンです。ウィシです。終わりました。はい、人に聞いたんですけども、山里サービスエリアに小麦ち焼きってのがあるって言って、それはぜひご紹介してくださいってことで。お好み焼き風なんだって。買ってきてもらいました。で、これは、なんとか風肉まん。小麦ち焼き肉まん。違うよ。これ書いてあるのか。あ、そうだ。これが、小麦ち焼き。これもあなたの。え？あんまたくさん食べれないよ。食べれるよ。味が違うから。私は小麦ち焼き、あんこ。小麦？でもどら焼きみたいな感じでもない、うん、たい焼きみたい。たい焼きか。なんで小麦って言ってるの？小麦が有名なんじゃない？僕はねずっちです。笑ってよ。何？小麦っちとねずっちです。もう、うん、美味しい。なんかちょっと最悪とは違うね。美味しい。美味しい。うん。肉まんだもんね。でも正直言うよ。肉まん。今言ったよ。でも逆に言うと僕が小さい頃から食べてた肉まんみたい。サービスエリアで姉妹ちゃんたち大人気。みんないい声越してくれるのね。もうマナヤとナズキがちっちゃい頃ずっといたけどさ、いないんだね今は。いいね。じゃあそういうことじゃなくて、ここにいないんだね。そうだよ。あと1時間ぐらい。1時間半。じゃあ、案外と近い感じかもしれない。ということで、関越道に来まして2カ所目のサービスエリアでした。こんな風にのんびり旅をしていきます。続く。休憩しすぎかもね。まもなく高崎方面です。いや、どうなんだろう。新潟はシーズンだって聞いてるけど、これ紅葉してんの？違う。そういう花なんじゃないの？これ赤い花なんじゃない？花なのこれ。初めて見る人がいたらさ、なんで僕が運転してて助手席じゃなくて後ろにいるのって思う人もいるかもしれないから、今日はニルとミニーとここがいるから、そこで世話
してくれてた方が気が楽だし。そんなの知らないよって、そんな理由ぐらいあるでしょ普通。そう、学校で行ったとか。山に登らされたの。どの山だったんだろう。泣きながら登って泣きながら降りたんだ。ああ、お写真ね。山登ってたでしょ。そうそう、あのもうほんとふてくされて撮ってる写真ね、最後。そう、ともみちゃんに聞いたんだよ。あれ、あの時みなちゃん泣いてたんですって言うからさ、あ、だからあんなふてくされてたんだっつって、ふてくされて写真撮ってるからもう受けたけど。なんで山に登らされるの。山登りってのさ、若い頃は山登りってあるよ。そうだけど足腰が弱かったんだね。今結構強いのにね。ダイヤモンドヘッド結構登れるよ、ちゃんと。ダイヤモンドヘッドもね、あの時行こうって言い出したんだけど、家族でね、登って頂上で新年、今年のね目標をみんなで叫ぼうなんつって行くぞっつって登ったんだけど、もう僕だけあーってなってね。3人はめっちゃ元気だったのに1人だけめちゃくちゃで叫ぶの忘れて帰りました。兄ちゃんたちおとなしくなったね。疲れたね少し。やっぱサービスエリアで休んでちょっと散歩させるとみんながっくりくるよね。そういうドライブがあのペットを飼ってらっしゃる方いいです。豚が有名なの。あ、そうなの。豚肉って言われてるみんな。水沢うどんも有名で、お外で食べてもいいですかって聞いたら、いいですよって。コーラください。あ、美味しい。マミーが買ってきてくれたんで、いただきます。そんなに大きな声で言うことでもないよ。いただきます、大きい声で。美味しい？美味しい。こういうところもせっかちなんですね。美味しい。これ海苔に豚の絵がついてた。そうだよ。もう食べちゃったじゃん。豚見える。美味しい。お米粒。だんだん新潟に近づいていて米が美味しくなりました。そう。まだでも新潟じゃないかな。群馬だよ。群馬だね。美味しい空気が。美味しい。お米も美味しくて空気も美味しい。だから少しずつほら紅葉が、あれは花じゃないよ。わざわざすいません。こちらで、はい、水沢うどんになります。天ざると普通のざるうどん頼みました。日本三大うどんだ。そうなんだって。ココちゃんがもううどん食べたくてなんだけどダメです。
おにぎりずっと食べて文句ばっかり言ってます。文句今取るの日本三大うどんですって。そうなんです。近すぎるっつうの。池に喋ってるよ。今日西日が当たって眩しくて目が合わないの。美味しいおうどんいただきたいと思います。